足の痛み。これは自分が中学生の時に体験した話です。当時中学2年生だった自分はバスケをしていました。6月も中頃のことでしょうか。ある時自分は左足にチクリとした痛みを感じるようになりました。ですが自分は日頃からいつの間にか足を怪我したりしていたので、その時も気のせいだろという感じで放置していました。それからだいたい1週間経つか経たないかのことでしょうか。もうその頃には左足の痛みが腰の左あたりまで移動してきて、自分で立ち上がることが困難なほどの痛みになっていました。この時になって、初めてこれはただごとではないと感じた自分は、親に腰の左あたりが痛いんだけど、と相談をしました。すると、お祓いをしようということになってしまい、家族の代表として自分がお祓いに行くことになりました。そして、自分では歩けなかったので、病院で麻酔を打ってもらってから、その神社へと向かいました。その神社は確か親戚の人に荒神様と呼ばれていたのを覚えています。神社に着くとすぐに若い男の人が左足を引きずって出てきて、神社の近くにあった小屋に連れて行かれました。その人はバイクの事故で腰の骨がずれて神経を圧迫してしまっているそうで、左半身が麻痺してしまっているそうです。そこで男の人に、いつ頃から痛みが出ているのか、といったことや、何か罰の当たるようなことはしていないか、といったことを聞かれました。その時の男の人の対応はとても事務的でした。そして最後に、このお札を自分の部屋の入り口の上に貼っておいてください、と言われて、母がお祓いは必要ないのでしょうか、と聞いたのですが、これぐらいなら大丈夫でしょう、と言っていたのが、なぜかわかりませんが記憶に残っています。そのお札をもらって、自分の部屋の入り口の上に貼って、これで今日は安心して寝ることができる、と思って、ぐっすり寝ようとしました。ですが、何とも言えぬ気持ち悪さで眠ることができませんでした。必死になって寝ようとしていると、階段の方から何かを引きずっているような音が聞こえてきました。ズズズッギシ、ズズズッギシ、という音だったと思います。正直言って怖がりな自分は、それだけでも泣きたくなるくらいに怖かったのですが、物音を出したら、その音を出している相手に気づかれてしまう、と思って、布団をかぶって必死で息を殺していました。恐怖で歯がガチガチと音を出しているのがわかります。さらに、もう6月だったので、布団をかぶっていると半端ではない量の汗が出てきて、息が荒くなってしまいます。それでも我慢して隠れていると、自分の部屋の扉の前で足音が止まりました。そうだ、今日お札をもらったから入ってこれないんだ、と安心しました。しかし、少しするとギーッと扉が開きました。もうその時点でパニックになってしまって、その後のことはあやふやにしかわかりません。ですが、途中でバリバリという紙を破く音と何かを飲み込むような音は聞きました。その時、シルエットだけ見た感じでは喉仏があったので、それは男じゃないかと思います。翌日の朝になるまで布団に隠れて泣いていました。その後、6時にセットしておいた目覚まし時計が鳴り始めたのを聞いて、すぐに母の元に行き、事情を話してお祓いしてもらうことにしました。そして一緒に2階に行って初めて分かったのですが、お札が破かれていました。しかも、左半分だけが。その後に昨日の神社に行くと、昨日とは違っておじいさんとおばあさんが出てきました。
おばあさんに会うなり、昨日はお祓いの準備をさせてもらっていたのですが、なぜいらっしゃらなかったんですか？と言われて、自分と母は昨日もここに来て、若い男の人からお札をもらったことや、お祓いはいらないと言われたこと、そしてその男の人からもらったお札が左側だけ破られてなくなってしまったことを伝えると、おばあさんの方が、それは大変だったね、と言ってくださり、それを聞いて自分は大泣きしました。その後お祓いをしてもらって、男の人のことを聞いてみると、おじいさんの方が、そのような男性はいません。ところでその男性は、左足を痛めていませんでしたか？と突然聞かれたので、確かにその人は、左足を引きずっていた、ということを伝えると、私はその人があなたをたたっていると思うのですが、心当たりはありませんか？と聞かれました。しかし、自分はその人は見たこともないと伝えると、拾っちゃったのか？と言われました。最後にそのおばあさんが、死ななくてよかったね、と言っていらっしゃるのが聞こえて、鳥肌が立ちました。はい、夜混沌。お前らオカルト好きなら知ってるやつも多いと思うが、クトゥルフ神話ってあるよな。ハワード・フィリップス・ラブクラフトが書いた作品群が、後世そんな風に呼ばれるようになったものだが、それにまつわる奇妙なことがあって気になってる。2年ほど前になるが、セカンドライフの日本語版サービスが公開されてしばらく経った頃、もの珍しさでやってたんだが、そこで、ザ・フェイスレス・ゴッド、なんていう、いかにもなファーストネームつけてるやつがいたんで、ああ、こいつもフリークか、って思って話しかけた。ここで簡単に、ラブクラフト知らないやつに補足しとくと、ザ・フェイスレス・ゴッド、無謀の神ってのは、ナイアル・ラトホテップっていう架空の神の別名。もともと発音できない文字列に音を当てたものなので、ニャル・ラトホテップなど各種読みがある。こいつには他にもたくさん別名があって、ハイヨル・コントンってのが有名かな。クトゥルフの旧支配者と呼ばれる恐怖をもたらす神々は、ことごとく幽閉されているんだが、唯一このナイアル・ラトホテップだけが幽閉を免れていて、接触した人間に狂気と混沌をもたらし破滅させるっていう設定がある。何やってはるんですか、こんなとこで。トラペゾヘドロンどっか行っちゃったんすか。そうなんだ。おかげで誰にも呼んでもらえなくてね。だいたいなんでこんなとこに。100年ほど前までは結構ブラブラしてたんだが、最近地球に来てなくてね。久しぶりに来てみたらこのざまだ。ここは一体どこなんだ？こんな風に完全になりきりプレイをやってるようで、面白かったんでからかって遊んでたんだ。なりきりやってるだけあって、原作をかなり読み込んでるらしく、ラブクラフト作品にかなり詳しくて、なんだかんだで仲良くなったんだ。その後、ラブクラフト好きのネットの友人二人にも紹介して、それなりに楽しくやってた。以降、ニャルとするが、このニャルってやつは不思議なやつで、普通なりきりやってるやつってのは多少はボロが出るもんだが、全く出なかった。その上不思議なことに、俺らがいつ行ってもいた。その当時は、この自宅警備員め、としか思ってなかったんだが。そんなこんなで数ヶ月が過ぎた頃に、ニャルがここから出たいというようなことを頻繁に言うようになった。その言葉を俺らは、ニャルがセカンドライフに飽きたんだなって解釈して、俺らもセカンドライフに飽きてきてたこともあり、俺らもそろそろやめるわ。またどこかで会った時はよろしくな。と、別れを告げようとした。
そしたらニャルが選別代わりにプログラミングの基礎を教えてくれないかと、初めてなりきりっぽくないセリフを吐いた。俺はそれを飯の種にしてることを以前話したことがあったから、それを覚えててくれたんだなって思って心よく教えてやった。それから時が経って今に至るんだが、三週間前に全く音沙汰のなかったニャルからメールが届いた。タイトルは成果発表。本文は、ありがとう、君たちのおかげだ。そのメールには添付ファイルで Java アプレットが付いてたんだが、いかにも怪しい。ウイルスチェックをかけてみたんだが、結果はウイルスの検出なしだったんで、まさかまだパターンファイル化されてない新種仕込んでることはないだろう、と思って、それを実行してみた。ブラウザで実行した結果は、ハローワールドだった。気になって当時一緒にセカンドライフやってた二人に聞いてみたら、同じメールが届いてるとのこと。おいおい、二年もかけてハローワールドはねえだろ、と、その時はみんなで笑ってたんだが、メールが来てから一週間が経った頃、友人の一人の、ニャルのハローワールドの意味がわかった、というメールを最後に、連絡が取れなくなった。それからさらに一週間後、二人目の友人が、炎のように燃え上がる三つの目が、というメールを残して連絡が取れなくなった。二人の友人はオンラインでだけの友人だから、ニャルのメールに便乗して俺をからかってるだけだ、という可能性が高いんだが、今日でちょうど二人目の友人がいなくなってから一週間目だ。ハローワールドって、よく考えるとすごく怖い言葉だよな。コンタクトレンズ隠し。以前住んでいたアパートの洗面所での不思議な出来事を。私は、コンタクトレンズがないと外を歩けないほどの視力なんだが、ある時、レンズを外す際にパチンと弾いてしまい、レンズは宙を舞い、棚と洗面台の隙間に落ちた。目視で確認した。正直面倒だな、と思ったけど、そこに落ちたことはわかってるんだから、と、棚を動かし、ついでに掃除もして、コンタクトを探した。一時間以上探したけど、でもどうしても見つからなかった。諦めて、翌日新しいレンズを購入した。次の日の晩、また寝る前にレンズを外していると、頭上からレンズが降ってきた。実際には私は洗面台に身をかがめていたので、どこから落ちてきたかはわからない。この段階では私は無理があるとは思いながらも、多分昨日なくしたと思っていたレンズは私の体のどこかについていて、一日経った今、たまたま落ちたんだと解釈した。私の手元にあるレンズは三枚になった。ところがその数日後、再びレンズを外す際に弾いてしまい、あらぬ方向へ飛んでいって紛失してしまった。コンタクト歴10年以上の私としてはありえない失態だった。でも、前回ラッキーだったおかげでレンズはまだ2枚残ってたので、翌日からはそれを使って過ごしていた。ちなみに両目の視力は同じ。ところがまた数日後、これまでと同じ方法でレンズを一つなくした。私の取り方が悪いのかもしれないけど、これまでそんなことなかったのに、とかなり落ち込み、レンズ屋にまた買いに行ったら、レンズ屋の人も呆れて、これからはスポイトを使って撮るように、と、撮り方の特訓をさせられた。そしてその夜、慣れないスポイトでレンズを撮ってるとき、
またなくしたはずのレンズが頭上から降ってきた。自分は不思議なことは割と普通に受け入れる方なので、ああ、何かがここでいたずらしてるのかな。次になくしても、次の日には返してもらえるんだな。なんて、楽観的に考えるようになった。だからその後、また立て続けに2枚なくした時も、もうレンズ屋に買いに行かず、どうせ今夜また返してもらえるんだから、と、片目だけレンズを入れて過ごした。その晩レンズを外していると、カチッて音がした。いつものように、洗面台になくしたはずのレンズが落ちる音だった。やっぱり、ラッキー、と思って、その落ちてきたレンズを見て、私は凍りついた。洗面台には確かに、いつものようになくしたはずのレンズがあったが、それは、真っ二つに折れ曲がっており、目に入れることはできない状態だった。弾いたのが天井とか棚の下部とかに張り付いて、それが湿気や振動で落ちてきたっていうのも考えられるんだが、4回も同じことが起きたし、真っ二つのレンズが落ちてきてからこの現象はなくなった。なんとなく、調子に乗りすぎた自分に何者かが怒って愛想をつかしたような、そんな悲しさを感じた。あれから5年。もう引っ越したけど、レンズをなくすことなど一度もない。Thank you.